ベーコンレタスボーイズラブ列伝第11回実況、チワス・アルセです。前回はね、ラム先生ルートで俺をキャドリに来た宇宙人を投げ飛ばして、食品偽装問題の渦中にいるマトンのラム先生を牛肉くんのメガホンで救出したところまでやったよね。俺道真は確か小学3年生の時に牧場で子牛だった松坂牛の牛肉先輩と一緒にキャドリミューティレーション、つまり宇宙人にさらわれそうになって逃げ切ることはできたんだけど、それ以来宇宙の声とか妖精とか妖怪とか小さい人とか見えるようになっちゃって、まあいわゆる変人になっちゃったんだね。先生には怒られるし、クラスメートには避けられるし、両親も家に寄りつかなくなってしまったっていう子なんだけど、普通に牛肉先輩からもらったメガホンを使って先生を救出できるし、コミュ障というわけじゃないんだな、俺と違って。まあいいや、先生のエンド表示までは見たんだが、どうやら続きがあるらしいから、セーブデータからやっていこう。と、セーブデータ開いたところがこの空き教室である。関根さん、ラビット関根です。幸せになれよ。ぐす。こいつの肩振り回したらね、右手から綿が出てきてしまって、あ、何？え、これで終わり？なんだなんだ？あっという間に終わってしまった。バッドエンドもね、見たしね。全部見たわけじゃないと思うけど。初めて早々終わっちゃったな、これ。でね、次はね、ツナのルート行きたいと思ったんだが、なんか見たことのない学生さんかな？いたので、その子をやりたいと思ったんだが、かわいいね、これ。やっぱ先生かわいいわ。何の上に乗ってんのかよくわかんないんだけど、まあいいや。あ、うさぎさんも右端にいるんだな。名前もわからないこの生徒のね、この生徒についてやっていこうかなと思うんだが、ちゃんといけるかな。ここって何の部屋？妖精見なかった？あれ、これどうやって来たんだっけ。美術室に行かないで、小さい人たちの後を追っていくと、ここに、この小屋みたいなところに来るんだね。どっちにしようかな。妖精見なかったにしようかな。最初この何の部屋を選んで、それも知らないのかよみたいな感じでけなされてしまったので、この意味不明な、これくらいの大きさの妖精見なかった。ちょいちょいちょい、なんだ、無言で閉めることないじゃん。話くらい聞いてよ。話？実はさっきこの部屋に小さい人たちが入っていったんだ。それで気になって見に来たってわけさ。他の人には見えないの忘れてたよ。いきなりびっくりしたよね。ごめんね。びっくりっていうかさ、敬遠したいよね。ふーん。よければ少しだけ部屋の中を見させてもらっても。早く帰って精神科行け。ちょー、これはフラグ折られたかな。え、折ったの自分か。失礼すぎる。無言の方がまだマシだ。うわ、鍵かけてる。もうカッチカチの拒絶体制じゃないか。そっか、ダメなのかな。で、この間は小さい人じゃない方の選択肢を選んで二度と来るかで終わったんですが、明日出直そうで選択してみるか。出直してあげんの。仕方ない、今日のところは引き上げるか。結局この部屋何なんだろう。小さい人たちが乗り込む理由もわからない。加えてアーも拒否されると意地でも打ち破りたくなる。明日また出直してみよう。僕は明日の放課後を開けるべくひとまず美術室へ向かった。美術室パスしたね。いくらノックしても開かない。完全に警戒されたな。終わりかな。というわけで勝手に開けて入ることにする。別に学校は公共物なんだ。勝手に入ったところで大問題にはって宇宙人がいたりしたら嫌だな。あ、よかったよかったと思ったところで内側から開かれた。なんだ、やっぱりいるじゃん。
イルス使うなよ。またお前か。昨日といい失礼な言い草だね。お前じゃなくて僕はアルセ道真ね。は？ほら、名乗られたら名乗り返す。これ常識だろ。お前に常識を問われたくはないが。カツオ節カツオ節だね。自己紹介も済んだことだし、部屋を見せてもらってもいい？もう驚くまいと思ったがね、カツオ節が出てくるとはね。無言で戸を引こうとするカツオ節って、おい、うわ、ま、無慈悲にも閉められようとするドアを止めるべく、僕はとっさに手を出し発散。いったー。結構勢いよく閉めたな。そんなに拒絶する？悪い、怪我は。痛みにもだえながら僕は慌てた鰹節がドアを広く開けるのを見逃さなかった。スケアリ。え、和室？民家のような座敷部屋、その雰囲気にふさわしい香ばしい魚介の香りを感じる。何これ。許可もなく上がり込んでおいて、感想がそれか？ごめんごめん、悪く言ったんじゃないんだよ。学校にこんなところもあるんだなってびっくりして。下を見れば小さい人たちがゴロゴロしてくつろいでる。そっか、畳がお気に入りなんだね。ゴロゴロできるからな、畳はな。ふふ、こうしてると可愛いんだよな。ここって茶道部か何か？それも知らないで来たのかよって感じ。僕とは反対に鰹節はぶっきらぼうに視線をそらしている。日本舞踏研究部。日本舞踏研究部？そんな部活あったんだ。目立たない部活で悪かったな。だから悪く言ったんじゃないってば。正式な部でもないし、仕方ねえか。もしかして部員一人とかじゃないだろうな。そうなの？部員が足りないんだ。非公式なのにこんな立派な部室貸してもらえるんだ。空いてるから使わせてもらっているだけだ。普段は茶道部だとか。へえ、この学校に稽古場があるってよく知ってたね。幼い頃、ここの日舞犬が市民講演会に出てるのを見て、それに憧れて始めたから。でも俺が入る頃には誰もいなくなっちゃったってか。悲しいね。子供の頃からやってるの？本当に好きなんだな。ああ、すごく。もともと舞踏をやってる親戚はいくらかいたけど、講演会で見た演目が本当に綺麗でかっこよく感じて、ああいう風になりたくて一生懸命練習した。好きというよりも、もう生きがいみたいな。どうした？生き生きし始めたと思ったら急に口をつぐんじゃって。少し話しすぎた。いやいやいや、それほど話したか。見るからに無口そうだし、この程度でもよく話した方なのかな。言葉も態度も頑なな鰹節が照れくさそうにしているのがおかしくて、思わず笑みが。こんな変人相手に。ははは、余計なこと言うんじゃねえ。ぶち壊したこんちくしょう。なんて静かに憤る傍ら。こんなんで友達いるのかなとちょっと心配になる優しい僕なのでした。ちなみに僕は友達がいません。次の日の昼休み、僕は思い立って日本舞踊、日本舞踏研究部室へやってきた。忍び足でそっと近づき窓を覗き込む。昨日と変わらない畳敷きの和室、そこに予想した人の姿はなかった。やっぱりいないか。押し入れからドラえもんがとかじゃないよね。なんとなくいつでもここにいそうな気がしたんだよな。だからこっそり近づいてクールなあいつを驚かせてやろうと思ったけど、四六時中いるわけないもんね。僕は建物に背を向けた。不意に魚介の香りが漂った。何してんだ。うわ、
いたの？弾かれるように振り向くと、かつお節が窓から身を乗り出していた。俺の存在感がないとでも？そうじゃないって。はあ、逆にこっちがびっくりさせられちゃったな。こっちの話。笑ってごまかした。そうだね、かつお節を驚かせようとしてきたんだもんね。通りかかる生徒がこっちをじろじろ見る。顔を向けると目をそらした。僕が綱以外と話しているのがそんなに珍しいか、こら。前に聞きそびれたけど、かつお節って何年生？1年だが。ああ、やっぱり。見ない顔だと思ったんだ。僕、2年だから、階が違うんだね。先輩だったんですか。あれ？敬語になった。何急に改まってんの？いや、先輩は先輩ですから。変人でも先輩ですから。その、すみませんでした。無礼な口を聞いてしまって。プッ。もうダメ。笑いをこらえきれない。こいつ、散々無礼なことを言ったくせに、先輩だからって敬語に直すんだ。しかも小声になってる。変なとこお堅いんだから。思えば僕、後輩に先輩って呼ばれるの初めて。先輩、小さいから、年下にしか見えませんでした。これってさ、中高一貫ならまだしも高校しかない学校だったらさ、高校1年生の下ってないと思うんだが。全然敬ってなかった。それ、本人に向かって言う？事実です。事実だけど、多分これ宇宙から届く電波の影響なんだよ。仕方ないだろ。俺はこれ以上もう成長できないんだ。あんま背のこと言わないで。出たよ。宇宙を言い訳にするやついるよね。出たよって何？今言ったのだって事実だからな。なんか言え。ちょっと印象良くなったのにいちいちぶち壊して。こういうのがツンデレになるかな。この後輩、二度と会いに来るもんか。とは言っても、結局気になっちゃうんだよね。この和風の BGM もいいよね。こんにちは。すでにノックすらなしですか。一応敬語になってる。どうせ出てこないでしょ。はい。この野郎。小さい人たちは同じ場所でくつろいでいる。踏まないように気をつけなきゃ。ここで日舞の練習してるんだよね。僕は端に座り込んだ。まあ。成果を発表する場ってあるの？やっぱ学園祭？学園祭、参加権とかあるのかな？学祭は多分、出られません。俺の実力では。どうして？学祭、秋じゃないですか。それまで持つか。わからない。ゴニョ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 。どういうこと？とにかく出られないんです。そっか。じゃあ体育館とかで講演会は？演劇部やダンス部が定期的にやってるみたいだけど。一人しかいない非公式の部活では大掛かりな設備なんて借りられないそうです。体育館なんてもってのほか。じゃあ小さい部活が集まっての合同発表会ってのもあったと思う。そういうの参加しないの？呼びかけましたが、相手にされませんでした。ひどいな。部員数1名の非公式部だからって舐められてんのか？ってことは、何にしろ部員集める必要があるんだね。しかしこの鰹節くんにはそれが無理そうだな。何の話ですか？講演の話だよ。部の設立には最低5人必要だったな。僕を入れたらあと3人。な、あ、安心して。僕は友達ほとんどいないけど、唯一の友達が人望あって綱、幼馴染かな。何勝手に話進めてんですか。俺と気が合うか分かんないじゃないですか。そんな集めてきた人間なんて。俺は別にそんなことしなくてもいいんです。ということで今回時間なのでこのくらいにしましょう。ではな。